皆さんこんにちは。今日は土曜日です。マクタンの小さなビーチには多くのお客さんがやってきます。コロナ禍で外国人の観光客が来なくても週末には地元セブのお客さんが大勢やってきます。ハトさんビーチパーク、マクタン島のビーチはおおよそ有料で、ホテルのプライベートビーチも入場料が必要です。ハドさんザ・ビーチパーク、現在プールは閉鎖中でビーチのみの営業です。平日大人150ペソ、週末は大勢のお客さんが来ますね。この日はピクニック気分で、たくさんの飲み物と料理でビーチパーティーです。席順ゲームでしょうか。楽しそうですね。泳いでる人は少しだけ。ビーチバーもあります。ビーチの奥は静かな入り江、たまにはビーチでのんびりくつろぐのもいいもんですね。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。セブ島のローカルな日々の生活を動画にしています。このローカルな暮らしの続きを見たい方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このブログの参照も貼り付けしてありますので、どうぞご覧ください。